スターナラニリスヒメアジサシは、チドリモクカモメカアジサシ属に分類される鳥類。ニュージーランドフランスオーストラリア全長22から27センチメートル。翼海蝶45から50センチメートル。夏は,は胴体上面や翼は、灰色、仮面やお葉は、白い羽毛で覆われる。顔は白、頭頂から後頭にかけては、黒い羽毛で覆われる。 くちばしの色彩は黄色で、講子の色彩はオレンジがかった黄色。冬はは、頭頂から口頭にかけては黒い羽毛で覆われ、くちばしや講子の色彩が黒ずむ。海岸に生息する。植生は、動物食で魚類、甲殻類などを食べる。飛翔しながら、獲物を探し、獲物を見つけると低く飛翔して、狙いを定め水中に急降下して、獲物を捕食する。 繁殖形態は卵生。元種は集団繁殖地を形成する。9から11月に砂浜などに浅いくぼみを掘り、1回に1から2個の卵を産む。放卵期間は22から23日。開発による生息地の破壊、人為的に移入された野猫やネズミによる卵やヒナの捕食などにより、生息数は減少している。 ニュージーランドでは1983年に4ペアしか確認されておらず、1994年に10ペアまで増加したものの絶滅寸前とされる。最大の生息地であるオーストラリアでも1996年における生息数は約4000羽と推定されている。ありがとうございます。